フィギュアスケート男子で、当期五輪に連覇の羽生結弦27イコール ANA が、現役引退してプロ転校する意向を固めたことが18日。わかった。19日午後5時。都内ホテルで開く、記者会見で表明する。関係者によると、今後は競技会に出場しない。 追い続けたクワッドアクセル4回転半ジャンプが世界初認定された2月の北京五輪を、去就を明言してこなかったが自らの口で報告する自身が座長のアイスショー創設という新たな夢もあるというフィギュアスケートしに金字塔を打ち立ててきた羽生結弦に未練はないようだ 世界注目の会見案内には、決意表明の場とあった。複数の関係者によると、羽生結弦はアマチュア引退して、今後の競技会に出ず、プロに転向する決断を下したという、昨年の全日本選手権で2連覇し、今期も日本スケート連盟の特別強化選手に選ばれていたが、 最上位の強化指定を辞退する。19日にも今季の出場選手が発表されるグランプリ GP シリーズにもエントリーしていない引き際は美しく来年3月には自国開催の世界選手権埼玉も控えるが出場を目指す意向はないとされるプロのアイススケーター転身という新たな道をファンに報告すべく 国費裏に会見準備を進めてきた。前週の実施も候補だったが、自身に4年前、国民栄誉賞を授けた安倍晋三元首相が、教団に倒れた秘宝を受けて延期したとの情報もある。不正室の天才はここの道を歩んできた。14年、ソチ五輪でアジア男子初の金メダルを獲得すると、 続く18年ピョンチャン大会で66年ぶりの2連覇同年個人最年少の23歳で国民栄誉賞を受けた3度目となった2月の北京五輪フリーでは前人未到の4回転半 4A に挑戦転倒こそしたが国際スケート連盟 ISU 公認大会初の 4A 認定を刻んだ 世界選手権2度優勝や GP ファイナル4連覇など主要国際大会6冠スーパースラムも男子で初めて達成何より国内外で愛されフィギュア人気を沸騰させた功績は前例を見ない去就に関しては北京五輪中の2月14日の会見で羽生結弦が大好きなフィギュアスケートを大切にしながら極めていけたら 最終日20日のエキシビション後は競技かアイスショーかフィールドは問わないと発言した3月の世界選手権フランスは欠場もアイスショーファンタジーオンアイスは5から6月に4都市12公演を完走中継局に対し現役続行への意欲と取れる前向きな言葉を並べていたただ 正式には身体を明らかにしていなかった。日本連盟の強化選手ページに、今シーズンもより高みを目指して頑張りますとコメントを載せたが、昨季と同じ。ファンへ生の声で報告することを最優先した。一般的には甘いん対プロ転向となるが、羽生結弦だけの新たな道が会見で示される可能性もある。 関係者によれば、自身が座長のアイスショーを創設する次の夢もある模様だ。羽生結弦クラスなら世界ツアーも可能だろう。指導への興味は、最終目標の4回転半への挑戦の形は、珠玉の名言を残してきた男から、どのような決意が発されるのか期待しかない。木下 羽生結弦、ゆずる、わにゅる1994年、平62月7日、仙台市泉区生まれ、4歳から競技を始める、10年にシニア転校、全日本選手権、優勝6度、ジュニア2巻に五輪、世界選手権、GP ファイナル、4大陸選手権を制覇する、 スーパースラムを20年に初達成。12年からカナダトロントを拠点に飛躍し。コロナ後は地元仙台で技を磨いた。16年に4回転ループ世界初成功。22年に4回転半発認定。SP。フリー。合計すべての世界歴代最高点も樹立。 宮城、東北高総大人間科学部、通信教育課程卒。172センチ。血液型 B。羽生結弦るのコメント措置五輪フリーで、金メダル、14年2月15日、メダリストになれたからこそ、震災復興のためにできることを。ここからが、スタート、19歳でまだまだ若い。 次の五輪も頑張ろうと思います。文部科学省、訪問、14年7月16日、4年後のピョンチャン五輪で、同じ成績を出し、復興に向けて頑張っている地域に、少しでも笑顔が増えればいいピョンチャン五輪でに、連覇達成後の1夜明け会見、18年2月18日、モチベーションは4回転アクセルだけ全日本、選手権1夜明け、20年12月26日。 4回転アクセル、4回転半を試合で降りたい。自分の心に嘘をつかないのであれば、それがないと、今の世の中で競技を頑張る理由がなくなってしまう。幻想にしたくない。壁がない。壁の先を見たい。それだけが今。自分がスケートをやれる理由、北京五輪フリー、22年2月10日。 4回転半が世界で初めて認定。今後については、もうちょっと時間をください。ちょっと考えたいです。それくらいやりきりました。北京五輪で、個人戦後に、会見、22年2月14日、まだ自分の中でまとまっていない。これからも羽生結弦として、羽生結弦が大好きなスケートを大切にしながら極めて、 いいけたらいい羽生譲る第一線を退く意向表明プロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意しましたフィギュアスケート男子で五輪連覇の羽生結弦 ANA が19日都内で記者会見を開き第一線を退く意向を表明した羽生結弦自らが公の場で肉声を発したのは 今年2月20日の北京五輪エキシビション以来149日ぶりとなった上下スーツ姿で登場すると深く一礼したプロのアスリートとしてスケートを続けていくことを決意しましたと表明した仙台市出身の羽生結弦は2011年の東日本大震災を乗り越えて2014年措置18年ピョンチャンの両五輪を連覇 冬季五輪の金メダリストで初めて国民栄誉賞を受賞した。3連覇を目指した北京五輪のでは、フリーで前人未到のクワッドアクセル4回転半ジャンプに挑戦し、転倒も、国際スケート連盟に世界で初めて認定された。右足首の負傷を抱えながら、夢の大技に迷わず挑み、五輪で、 再び歴史を刻んだ。3月の世界選手権は右足首捻挫で欠場した。羽生譲るは2010から2011年シーズンにシニアデビューを果たし、グランプリファイナルでは、13から16年大会に4連覇、世界選手権では2014年、17年大会の優勝を含め計7個のメダルを、 獲得した五輪では初出場の14年措置18年ピョンチャン大会を制止66年ぶりの連覇を果たした事前に報道各社へのリリースでは羽生結弦による決意表明の場として記者会見を開催いたしますと記されていた5月のアイスショーファンタジー・オンアイスで 羽生結弦の滑りは表現者としてもまた、進化を遂げていたが、当時は取材対応はなかった。北京五輪では、競技会か、アイスショーかフィールドは問わない、これからも羽生結弦として、羽生結弦が大好きなフィギュアスケートを大切にしながら、極めていけたらいいなと思いますと口にしていた。